いやちょっとヘボリューさん、ヘボリューさんさ、あの東西線のさ、あの勝率なんだけどさ、はい、俺の勝率めちゃくちゃ 90% ぐらいあってさ、他の人に負ける確率が 100% なんだけど違う人に当たったらほとんど負けない。もうちょっと嫌だったんだよね、ここにヘボリュー書いてあってここまで来ると思ってたもん俺、伸び流しプレイまた今回も切れそうになるかなと思ったけど、今日はほっこり帰れますね。今日はいいですよ実は。え、苦手あ、苦手だ、苦手。いける、あの、あのデシキン様が、うん、デシキン様が熱望有利って言ってましたね。そうでしょ全然いける、荒らせるでしょ、やばくね、上から下から、そうもういろいろ壊れてないとそのフレーズ喋れないよね。いろいろ壊れてるねこれね、うん、まあでもちょっと荒らしきれながら昇竜拳ガードされちゃったもんねさっきね。なんかね、これどうやったっけなって思いながらこれダメだ。さあこれでもコニタンが1ラウンド取ってて、おい、しのぶさん2ラウンド目これワンチャンありますよ。画面端のネクロ、強いっすよ、はい、これはただしのぶさんのゲージが1本、そしてコニタンのゲージが2マックス。こっから一撃当たれば、まあ、とりあえず1枚入ってってダメージを取っていく、その間にもう1枚溜まる。これ最強キャラですね、最強キャラこれ最強キャラ。それでもう1枚吐くんでしょ、これ最強キャラ。ファンタジー、ファンタジー、ファンタジー来る。グラ、グラ、グラ、グラウは？ファンタジー、ファンタジー入った。完全にグランブルーファンタジーですね。これ今日発売のゲームですから。本日発売の新作グラップ